もともとの住民が2000年まで人が住んでて、まあ、12年間人がいなかったっていうことになるんですけど、衣食住この周りでもう十分豊かに生きれるはずなので、それをなんかできるようになりたいそこが理想ですかね、夢、目標。秋田プレフェクチャー、Northern Japan。And in a long abandoned mountain hamlet, signs of life.A young man settled here soon after a massive earthquake and tsunami devastated northeastern Japan in 2011. He wanted to carve out a life of his own, a life in which he could rely on nobody but himself.But out of the blue, a woman, they marry. Soon come the children. And the story of a lone man becomes the story of a unique family. もう一回。はい。ラリー。うち。Earth-shaking events like natural disasters and pandemics, they flip our lives upside down in an instant. And oftentimes, they remind us about what matters most. The Tehaizaka district in Akita can be found at the foot of the Shirakami mountain range, a UNESCO World Heritage Site. And nestled among the trees lies the tiniest of hamlets. Spring, 2021.Much of the world has been in the grips of the coronavirus pandemic. But not Tehaizaka, where the Kimuras wake to another quietly busy day ahead. もぎさんだよ。おしりさん。おいしい。笹だけ。おいしい。おいしい？おいしくない？硬いところだった。やっぱちょっと2にしないと、ちょっとアクがあるけど。
There is no TV in the house and no cell phone reception. ここから見れば笑ってるか笑ってないかが分かる。悪いことしてたら怖い顔になってる。笑ってるみたい。The Kimuras make their meals with homegrown rice. Bundling the seedlings is painstaking work. But after several days, they're finally ready. いざという時、土と種とこう自分の労働さえあればどこでもお米が作れるっていうようなことを学んでるというか、まあ、最初一人だったんで苦労というかそういう一から作り上げていきたいなっていうのがあって、その条件でここが一番フィットしたというか、はい、Tomoharu's radical shift started when the 2011 earthquake and tsunami struck his hometown in Miyagi Prefecture. 普段エネルギーなり食料なり外から持ってきて、でそれで生活を成り立たせてたと思うんですけど、まあ、それがやっぱり震災の時もですけど、そういう状況になると生活がこう急にできなくなるというか、逆に田舎の農村、まあ、震災の時もですけど、農家の人たちはこう食べ物畑にあったりお米をこう備蓄してたり、まあ、エネルギーも薪であれば電気とかガスとか使えなくても普段とあまり生活が変わらないっていうようなところは、やっぱりまたそういうことがいつ起こるかわからないし大事なんじゃないかなと思って、はい。Ikuyo was born and raised in a different part of Akita. あ、二人？二人の出会いは、ともくんから言わないよな。今度お母さんが新聞見て、なんかあんたと似たような人が来たねって言って。ゴーゴーってどんなだろうと思って、今度会いに行ってみようねとかって言ってて、この手這坂に来ることになってそうで来てみたら、わあこんなとこあるんだと思ってびっくりしちゃって興奮して、私も自然となんか家族みたいな雰囲気になってきて、それでお父さんお母さんも、うん、結婚しないのってあんたたち結婚しないのって聞いてくれるからねえって言ってしたいよねって、私はしたいよねって言ってて、ともくんはどう思ってたかわかんないけど私はうん、いいなぁと思って。
私と結婚してよかったですか？それはこれから結婚が無事The Kimuras only want to grow enough rice and vegetables, nothing more. What started out as Tomoharu's dream has become a way of life for his family. まだいるよ。いる？うん。はい。捕まえれてる。本当だ。足が生えてる、オタマジャクシ。ほら、カエルみたいな。胃が見える。胃の中が見える。胃の中が見えるの？田植えの時期の水田の中にこう入るっていうのはすごい気持ちいい。繁殖期になるとうるさいぐらいいいですよね。恋の季節って感じ聞いててあーいいな Summer. The vegetables are coming on nicely. Thank you.
Hibiki started elementary school in spring. Hi! 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 Hibiki-san! 私は小学校が苦手だったんですよ。すごいめちゃくちゃ緊張して、なんか毎日行ってて、あんまり楽しめなかったんですよね、残念ながら。でも今響きめっちゃ楽しそうなんでいいぞいいぞって思ってて、でも習い事とかなんか自分がこれやりたいあれやりたい自立の道を歩んでいくと思うんですけど、そうなった時に応援してあげれるようにはなりたいけど、ちょっと自信ないですね金銭面とか自信ないな、その周りのお母さんとか見るとその時のために貯金していく、無理だな、うちには無理だなと思って理想の中にお金を稼ぐがあんまりないもんで、だからなんかどうしようね、どうしましょうか。A few years ago, Tomoharu started to take on part-time jobs. お金がないとこう暮らしが回っていかない。現実もあったりして、まあ、かといって週5とか稼ごうとする、暮らしだったらもっと便利のいいとこに家を建てて、こういうかやぶきとかで暮らす意味もあんまないなと思ったり、欲しくなかったらギューって歩いてる歩いてる、あ、おじゃあほい、もう生きてる、もう一回どうする、もういい、はい、There are always essential tasks when the seasons change. こっちの手気をつけてね。よし。ズッキーニから種を取る。ズッキーニから種を取る。なるほど。
この種はどうするの？植えるの。植えるの。ね。来年ね。来年。種まくんだよね。まく。伝統野菜とか昔からある在来の種だったら永遠にあの条件が合えば育ち続ける。早っ、もう終わった？トマト、熟れてないと種がね熟してないから若い。はい、みなの分。みなの分食べないでね。見てみて。命の循環がこうもっと身近に実感できるなと思って。なんか子供たちも。やったなっていう記憶に残って体で覚えてたりしてくれたらね、自分が大きくなった時にやるかなって。やるよ。10個ぐらい。ここからやる。はい、どこ？私もやる。僕もやろう。なんで？お母さん来て。本当だね。早いでしょ。早い。よいしょ。助かる助かる。Thank you.
いいぞいいぞ、ほら食べれるおこげだね。真っ黒じゃない、茶色の匂い焦げ、焦げの匂い、焦げに行った匂い。味噌汁もまだあります、うんうん、何のご飯、何のご飯美味しいというよりも、まあ嬉しいというか、1年分のお米になったので、それの安心とかそっちの方が大きいかもしれないですね、うん、あと春の準備して、あと雪積もれば、そうですね、やっぱ4月からスタートっていう感じですね。Snow, and lots of it. Great for the kids. Not so for adults. ここで2メートルくらいじゃないですかね。もうちょっとある。滑り台、地面とつながって滑り台できるって言ってました。ここの、ここに住んでたおばあちゃん。いや、あの一回寝て1時から朝までの除雪、今日もやるの決定しているので発展、うん、12月から3月の間雪積もれば担当のルートというか、ここの持ち場をやる大型特集とかの資格も一応必要だから、2000円弱か、多分それも経験年数で変わると思うんですけど。Records show that the Haizaka hamlet dates back more than 200 years.But it's remote and inaccessible by car during winter. One by one, the residents left for good. By the year 2000, there was nobody left. When Tomoharu arrived here 12 years later, the house had fallen into disrepair.And the land was far from arable. He set about plowing the fields and rethatching the roof. Little by little, he brought the place back to life. ここ来た時、まあ、こういろいろ家直したり、農地とかも
一からこう作ってっていうので頑張ってこうやってきて、でそれからあなんかちょっとやりきった感が感じてしまって、まあ理想っていうのはあるかもしれないけど、こう生きていくのにどうしても社会の中でのこう中でしか生きれないっていうのもあるし、まあ分かんなくなってる部分はありますかね、バランスというか一回崩れてしまったっていうか、うん。As the children grow up, their horizons start to broaden. These days, Hibiki mostly looks forward to watching anime at the only spot with a signal. What's the name? Kara.He's allowed to watch for 30 minutes. But that rule often goes out the window. Hibiki がどんどん、例えば、あの、iPhone で YouTube 見て、あの見たいっていう時間も出てきて、それを見るぐらいだったらこう一緒に料理したり一緒にあの雪かきしたりとかしたいんですけど、見たいっていう子どもの、その要求にをその無視してしまうというか答えてあげれないと。のもなんかなんていうかな、苦しそうだっていうかかわいそうだなと思うから、うん、やっぱ子供がその笑顔になれるっていうか楽しいって思いながらっていうところかなとは思うんですけどね、できてるかな。響きへ、7歳の誕生日おめでとう。お父さんとお母さんのところに生まれてきてくれてありがとう。優しい笑顔とひょうきんな響きにいつも癒されてるよ。お母さんももっと響きやみんなに優しくできるように、もっと一緒に遊ぶ時間を作れるようにするからね。これからもいっぱい笑っていっぱい遊んですくすくと育ってください。これからもずっと応援しています。本当におめでとう。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーHibiki. Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。できます。はい。よいしょ。
よいしょよいしょ、頑張れ、いいぞ、いいリズムで、よっしゃい。何味噌作るの今日？いい時期だからさ、寒くなってきて。あと、もうちょっと？もうちょっと、もうちょっと頑張ろう。そのなんで？つぶつぶが多すぎると、少しあるのは美味しいんだけど、多すぎると味噌になりにくい。時間がかかっちゃうから味噌になる。ちょっとわざとこぼさないでよ。わざとじゃない、わざとじゃないね。目が見えなくなってきた。ほんとだ。あー、ジダが出てきたね、みなちゃんの。あといい。あといい。OK。 どう？The soybeans they mashed will be fermented in a barrel for 6 months. 頑張ってる。はい、ボールだ。わざわざボール作って、ボンだ。そうだ、ボンだ。ボンだよ、やちゃん。この樽の中にボンします。やちゃん、思いっきりやるの？思いっきりだよ。やったー！いくよ！やったー！今のどうだった？今の。よかった。あ、割といいかな。うん、やじゃみろ、楽しいね、楽しいね。よいしょ、えい、よし。これだけ限定の味噌だね。おいしい味噌、おいしい味噌。いっぱいできた、いっぱいできた ね、お母さん。ひなちゃん、重い蓋が閉まったよ。The school year is almost over. The students draw pictures on their bags. Most children draw anime and computer game characters. And what about Hibiki?これからさくらんぼとゼリーとスイカ食べるの。これから誰が食べるの？王様。それ王様なの？そう、で子供たち自分で書いた話。へえ。The snow has melted at last. And one by one, the Kimuras plant the seeds again. パンダンしてるみたいに。いやいや、もう終わりよ。よいしょ、こっちもやだ。ちょちょちょ。いや、じゃダメ、そんなにバンバン行ったら。優しくバンバン。Tomoharu is spending more and more time outside the hamlet.
あとあまりこう相談下手なんで抱えるんですよね、ともくん全部。だから、うん、その抱えた分大変だったと思う。結構自由な発想を持ってる人なんですよね。でもやっぱりなんか肉体的にも精神的にも疲れると、それもあんまり湧いてこないっていうか、多分分からなくなったんだと思う。大丈夫、もうちょっとすれば、もうちょっとねすれば多分かなり動き出すと思います。かなりっていうかマイペースに、本来のともはるくんらしく動くんじゃないかな。今日はどこに行くんですか？仕事の面接です。何の面接ですか？あの国有林の管理とかそういう仕事らしいです。一番最初、まあここに来たのはそれこそあの衣食住を全部自分でいろいろ体験して、体一つで暮らす知恵をこう身につけるっていうような感じで来たんですけど、まあ今その理想と、まあ今の理想とはやっぱり自分の状況っていうかそういうのも変わってきてるから、家族が一つの生き物みたいなっていうようなのはやっぱり結婚して子供とか生まれてからの感覚なので、まあ今の理想はまあその理想と現実のをうまくバランス取れてここで暮らしが成立するっていうのが今の理想ですかね。そのためにこうやっぱりまた妥協してるわけでもないんですけど、それよりもまあ自分がこうそこまで苦しんで理想だけをこう求めなくていいなっていう感じになってますかね。参加する隊員は全員ライフジャケット及びヘルメット、長靴等を着用すること。木村さん、いつも夜は何時にするのかって書いてくる。ともはる has been invited to do some volunteer work with the local fire brigade. あ、本当。あ、そうすればな。木村さん、コーヒーダメなの？飲みます。コーヒー飲むんですよ。今日まず、本当に。はい、お疲れです。木村さん、今何やってんだ？どういう僕いろいろ、まあ、外でアルバイトもやったり、うんうん、まあ、米と野菜ちょっと作って、うん、今あれなんか紹介でなんだ林野町の山仕事っていうんですか、週3日だけ働いてそれなりにお金もらえるっていう、いろいろほらね、やれるからそういうところはや自分でそういう治療の良さを出して頑張れば俺は大丈夫、僕答えの人はみんなそういうふうに目指るで、とりあえずはよく頑張ってる。
カンカン早い。お父さんだ。うん、来た来た来たぞ。見て見て。見て見て。縛られずにいろいろやらせてもらって、でここでの暮らしを自分でこう選んだ場所なので、うん、幸せになってほしいけど、それはね僕が作るんじゃなくて自分で見つけてほしいなっていう、その機会をいろんなとこで与えてあげれればいいなと思って、明るいからそんなにね、うん、長くないと思うんですか。面接どうでした？面接 OK でした。さっき目あの昼過ぎに電話来て OK でした。すごい。順調ですか？順調ですね。じゃあよかった。いいですか？いや、大丈夫でしょう。大丈夫です。はい。去年も今年も大丈夫ですね。はい。